ウクライナへの軍事侵攻が長期化する中、動員された兵士の家族が反対の声を上げ始め、プーチン大統領が圧力を強めています。プーチン大統領が14日、2年ぶりに実施した国民の質問に答える直接対話。これまでとは違い、政権にとって不都合な質問も飛び出しました。しかし、これは全て演出だといいます。国民に、クレムリンにタブーはないと印象づけることが狙いだ。例えば、武装反乱を起こし死亡したプリゴジン氏や、反体制派の指導者ナワリヌイ氏の名前は決して挙がりませんでした。そしてこの人たちも無視されました。Наши вопросы, конечно же, никто не затронул и затронуть не хотят, наверное, не будут. Эти вопросы им неудобны, видимо. ウクライナへの軍事侵攻で職業軍人と志願兵では足りず、去年動員に踏み込んだプーチン政権。あれから1年以上が経過し、終わりの見えない事態に不満を持った家族が声を上げ始めたのです。志願兵とは違い、強制的に参戦を余儀なくされた動員兵はおよそ30万人。反対の声はロシア全土に広がっています。こうした声はプーチン政権にとって脅威になりかねません。今月、志願兵を増員する方針も示した一方、声を上げる人への圧力も一層厳しくなっています。動員兵の妻たちが情報交換をするこちらの SNS は、11月末からフェイクと表示されるようになりました。プーチン大統領、動員兵の除隊はいつですかとプラカードで訴える女性たち。顔を隠すのにはこんな理由が。特別軍事作戦の中で私たちの親族は強い圧力をかけられ、侮辱を受け始めました。私の夫は勝利するまで帰らないというビデオを撮影させられました。身元が割れると戦地にいる夫の安全が脅かされる恐れがあるのです。ロシアの独立系メディアインサイダーは、地方行政はいかなる犠牲を払ってでも動員反対への抗議活動を阻止するよう政府から命令されていると指摘しています。そうした中、兵士の母親たちは家族の帰還を求めて2月に国際会議を企画しています。しかし、来年3月の大統領選挙を前にプーチン政権の圧力が強まる中、会議が開催できるかは不透明です。